ずいぶん昔のことです。天竜川の中流にある山を登り詰めたところに城の腰というところがありました。そこにおじいさんが山小屋を作り、一人で山仕事をしていたそうです。秋もすっかり深まりましたから、雪の降らないうちに冬の間に使う焚き木を集めて麓の村まで運ばなければなりません。おじいさんは朝まだ薄暗いうちから夕方とっぷり日が暮れるまで毎日せっせと焚き木を集めておりました。ヒューヒューと冬の来ることを告げる北風が吹き始めたある夜のことです。いろりには新しい焚き木がくべられ、チロチロと燃える炎が部屋を明るく照らしています。粗末な山小屋とはいえ、今食べたばかりの雑炊の程よい満腹感といろりの温かさで、おじいさんはついうとうとと居眠りを始めました。どれくらい経った頃でしょうか。トン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 と表の戸を叩く物音で目を覚ましたおじいさんでしたが、こんな夜更けに客でもあるまい、狐か狸のいたずらだろうとまた横になりかけた時、ここをお開けくださいまし、という声がするではありませんか。おじいさんがそっと戸を開けてやると、そこには美しい娘が一人立っていたのです。道に迷って困っております、どうぞ火に当たらせてくださいませ。娘は寒さに震えてやっとこれだけ言うと、その場にうずくまってしまいました。こんな夜更けに山の中を娘一人でと、おじいさんの頭の中を一瞬気味悪さが走り抜けましたが、娘があまりに弱っているので、そりゃあ悪かったっきね、さあいいで上がんなさいと家の中へ招き入れて炉端の席を進めました。残りもんだけが雑炊食べておくんない、といろりで温めていた雑炊を食べさせてやりました。ごちそうさまでした。おかげで体もすっかり温まりました。お礼に珍しいものをお見せいたしとうございます。娘はひょうたんを取り出すと、胸の前で一振りしました。すると中から、豆粒ほどの雑兵、位の低い兵隊やら大将やらが、ぞろぞろ出てくるではありませんか。今から関ヶ原の戦いの様子をお見せいたしましょう。娘は兵隊を炉端に並べると歌うように説明を始めました。慶長5年9月15日、石田三成を大将とする西軍8万は岐阜城を攻め落として近江に進もうとする徳川家康を大将とする東軍10万を近江伊勢に通ずる用地関ヶ原で迎え撃ったそうな。娘がこう言うと、並べられた兵隊たちは東軍と西軍に分かれて戦いを始めたのです。兵隊たちは娘の言うままに操られて動くのでした。おじいさんは時の経つのも忘れて一生懸命見入っていました。さて、石田三成が捕らえられ、東軍の大勝利が分かると、兵隊たちはまた元のひょうたんの中へぞろりぞろりと戻ってしまい、娘の説明もそこで終わりました。こりゃ不思議なものを見せてもらった。ところで娘さん、あんたは一体どなた様だね。私は妙羅姫と申す者でございます。今夜のことは誰にも話してはなりませんぞ。やがて娘は何度もお礼の言葉を述べると、すっと立ち上がり、山小屋の外へ出て行ってしまいました。おじいさんは夢を見たかとほっぺたを叩いてみましたが、夢ではないようです。不思議な気持ちが去ると、今度は怖さが全身を包み、このような山小屋にとても一人でいられない思いで、まんじりともしない一夜を明かしました。東の空がうっすらと明るくなりかけるのを待って、おじいさんはすっ飛んで山を降りました。家に帰ったものの、どうもそわそわと落ち着きません。不思議に思った家の人たちがどうしたのかと尋ねても、
おじいさんはただ首を振って、いや、なんでもないと言うばかり。昨夜のことがあまりに不思議なことだったので、おじいさんはすっかり話してしまいたいやら、妙羅姫との約束だから人には話してはならないと思うやら、本当に落ち着きません。しかしよくあることで、秘密は漏らしたくなるものらしいのです。おじいさんはその晩、おばあさんに不思議な出来事をすっかり話してしまいました。妙羅姫との約束を守ることより、話してしまいたい思いに勝てなかったのです。妙羅姫の怒りに触れたのでしょうか、おじいさんはそれから床に伏して起き上がれなかったそうです。今もその山小屋のあったというところを妙羅姫とも呼んでいます。